トラウマさんが少女を輝かせる。少女、まさこ、くまさん、ひな、トラウマさん、まみ。嫌だ、嫌だ、嫌だ。ねえ君、何をそんなに嫌がってんだい？あ、背中にトラウマさんを抱えてるよ。そして僕はクマ。え？あなたは？だからクマだよ。クマが何のよ？君のトラウマさんを取り除きたい。取り除けるわけないじゃない。ぴったりくっついて離れてくれないんだから。ねえトラウマさん、離れてくれないかな。やだい、オイラはこの子の光になるんだい。離れたらこの子の光になれないよ。ちょっとだけでいいんだよ。じゃあ条件があるよ。この子が思い出したくないトラウマを全部吐き出してくれたら、オイラはちょっとだけ離れてあげられる。本当？じゃあ私吐き出すわ。少女は勇気を振り絞って今までのトラウマを全部吐き出しました。するとどうでしょう、トラウマさんはポトリと彼女の背中から転がり落ちました。すかさずクマさんはトラウマさんを抱きかかえて質問しました。ねえトラウマさん、君の気持ちを聞かせてくれる？え？オイラの気持ちを聞いてくれるのかい？やっとオイラの気持ちを聞いてくれる人がいたよ。ありがとう。オイラはずっとこの少女の光になりたいのに、この子がすぐにオイラを避けては振り払おうとするから、寂しくて寂しくて苦しかった。だからどんどん嫌だが増していく。つらかったね、頑張ったね。つらいよ。でも誰もオイラの苦しみを分かってくれなかった。ところで君はどこから生まれたんだ？少女がいじめにあった時に生まれたんだ。そうなんだね。こっちにおいで、かわいそうなトラウマさん。でもね、僕は君をこれから海に捨てに行くよ。悪いけど邪魔なんだ。なんだよ、優しくしておいて裏切るのか。ひどいじゃないか。暴れたって僕の力には勝てまい。君の苦しみが彼女を苦しめてるんだ。どんなに反発したって君はこの世から必要ないんだ。オイラは少女の光になりたかっただけなんだ。本当なんだ。少女がオイラを振り払わないで受け止めてくれるだけで、オイラは光に変われたんだ。うん、おとなしくしろ。ね、君のトラウマを握りつぶして今から海に捨てに行くから安心して。ひどいな、ひどいな、こんなやり方汚いぞ。あー、君とはお別れだ。最後に言うけど、オイラは誰も彼もが信じられなくなったけど、君のことだけは信じていた。君が光り輝くのを誰よりも信じていた。だから離れないでずっとくっついてたんだ。オイラはトラウマになってしまったけど、いつか君の光になれるんだって信じてたんだ。クマさん、ごめんなさい。やっぱりトラウマさんがかわいそう。私のトラウマさん返して。え？せっかくトラウマさんが君からいなくなるんだよ。また君に悪さをするんだよ。それでもいいの？うん、なんとなくトラウマさんが悪いものじゃないように感じてきたの。そう言って少女はトラウマさんを胸に抱きしめて言いました。トラウマさん、どんなに辛い時も悲しい時も寂しい時も一緒に寄り添ってくれてありがとう。その少女の言葉で
なんとトラウマさんが輝く光になって、少女の胸の中にスーッと入り込みました。クマさんは笑いながら言いました。うまくいった。作戦大成功。作戦って何？トラウマさんを抱きしめてあげると光になるんだ。君はこうでもしなきゃトラウマさんを抱きしめないと思ったから。そう、トラウマさんは決して悪いものじゃない。だって君自身が生み出したものなんだもの。これから君は少しずつ信じられるものが増えていくよ。ありがとう。いやー、君はとっても輝いているよ。おしまい。